は真面目に登録者数が増えないこの現状を話し合いたいと思います。あはは、それおもんないわ。おい、そこ舌を噛み切って死になさい。え、やだ、今日の葵なんか本気そうな顔してて怖い。いつもと同じ顔だよ。気持ちの問題だよ。わかんねえかな、お姉ちゃん。これをよく見なさい。はあ、これはうちのチャンネルをどのような単語で検索してきたかを表示しているのです。わかりますか？つまりアナウンスで検索してきたのとボイスロイド社債で検索してきたってことなんやな。カスのお姉ちゃんの脳みそにしてはよくわかりましたね。やだ、褒められちゃった。つまりアナウンスを検索した人22人が動画を見て、かつ平均2分25秒見たという結果です。わかったらイエスさん葵少佐って言え。イエスさん葵ちゃん。同じようにボイスロイド社債を検索した人が9名、そして4分38秒平均してみてくれたわけですよ。イエスさん葵ちゃん。何ですかこれは。え、何ですかって言われても潮吹き天狗のやつですか。お前の目玉は節だらか。え、節穴か。これ絶対違う単語検索してきてるでしょ。誰も潮吹き天狗とか気にもしてない結果ですよ。そもそも検索してきてくれてるのがアナウンスかボイスロイド社債です。ここからどのように広げるか、これを考えねばならないのです。いやーさあ、まずアナウンスについて、これは社債ではなく普通にアナウンスで検索してきていますね。これはアナウンスの観光名所を紹介すればいいんでしょうか。でもここのチャンネルリスッタだけしかないと思うんやけど。そうです、今のは彩りいろいろの中ミックス1個あげてもいい回答です。よくできました。つまり視聴者はアナウンスをディスれというわけですね。え、マジで今の市長遠巻きに知り合いなんやけど怒られへんかな。条例で作ってもらいなさい。このチャンネルのみ許す。そして100万円あげるってね。イエスさん葵ちゃん。次にボイスロイド社債ですが、これは社債という単語がありますが、他の人も同じような流れでやってるのですか。見てきました。なんか結構落ち着いた観光名所の案内が多かったです。あとご飯食べてるところとかもありました。つまり我々も彩りいろいろの中ミックスを食べつつやればいいってことですか。いや、それはどうかな。他のチャンネルはバイクが多かったです。なぜでしょうか。やはりユーザーは4より2がいいと、ドカポン4人用よりストリートファイター2がいいということでしょうね。まあドカポンは喧嘩になりますから。とにかく他のボイスロイド社債を真似れば我々も勝利するということが分かりました。イエスさん葵ちゃん。合体させるとアナウンスをぐるぐる回る社債をしつつ、我々ことの8枚がアナウンスをディスる動画でいいってこと。もしくは我々が塩を吹けばいいわけです。それがいけないと思うんですよ私はね。最近下ネタ激しくなってきたら、なんか視聴者減ってる気がするんですよ。ここは YouTube なんですよ。ニコニコ動画じゃないんですよ。え、ニコニコ動画かわいそう。まあ最近は大して変わらないという噂ですし、まあどっちでもいいか。とにかく次までにアナウンスぐるぐる回ってディスる社債を作りなさい。動画撮ってきて。ウプヌス様に言ってるんですよ。わかりましたか。ウプヌス、自分で自分に問いかけて頭の回ってこんみたいや。はあ、どっこらどっこらどっこいしょ。社債いる？ボイスロイド社債で検索してくれてるのにやろうや。アナウンス縛り派も忘れてもええと思うわ。アナウンスはディスるように情報だけ集めておきましょう。さて前回のスタート地点はここですよ。ここ前回は潮吹き展望台まで来ているので、今回はここからスタートとなります。イザリ地域経由は今回の社債始めてやな。さようなら潮吹き展望台、検索のターゲットになった疑惑の場所よ。でもまあカップルがしけ込むにはええ場所よな。怖いけど。左へ行くと雪町、右へ行くと伊佐利地区や。
分こういう空き地ができているのは津波時の避難場所やヘリポート建設のためですね。こっちはライフライン切れると本気で連絡不通になるしな。ここ左側、ヘリポートですよ。久しぶりの車や、しかもトラックやし。これが光ってたんやな。こんな山奥で結局何書いてたのか読んでないけど、何か伝えたかったのかな。右はお水大使や。
に見えるのはお水槽跡地や。ここ左もお水槽跡地やね。旧お水槽やからかなり古いけど。次の交差点、いつもは左折やな。今回は伊佐利地区経由なんで右折するで。当然早く家に帰りたい場合は左折がいいですよ。右折すると町頭回りです。ちなみに伊佐利地区は県外からの移住者が多くて有名な地区で、ここで漁師になったりした人もいます。徳島県の中でも有数の移住先スポットですね。もう一箇所は神山町やね。山か海かって感じ。右折すると伊佐利の港、まっすぐ行くと阿南市街や津久井町や。ここ左曲がるとさっきのお水槽んとこまで戻るで。
大体ホールや。長々とお疲れ様でした。多分半分以上が見てなさそうですけど、コメントとかに行ってほしい場所とか書いてくれてもええのにな。なあ、いいねと登録よろしくやしてくれると。そうやな、何にしようかな。死を吹くね。お姉ちゃんやすうりしちに、え、うくるしがやけど、ほなな、ね。